ヤクザっていう仕事、まあ、仕事って言ったらいいのか分からないですけど、うん、に魅力をかんどういうとこに魅力を感じているのかっていうのも聞きたかったんです。そのいや、俺ヤクザ自体は魅力感じてるっていうか、まあ、それ子供時代はヤクザのおじさんなんかは身近にいたからね、はい、まあ、憧れたっていうか、それ野球選手に憧れるように憧れて、裏のことはよく分かんなかったけども、かっこいい男みたいな存在だったんですか、うん、でも映画をになると、はい、アメリカではそのベトナム戦争とか第二次大戦とか朝鮮戦争とかいろいろ、まあ、南北戦争まで遡ればいろんな映画の題材、生き様とかね、はい、殺し合いみたいなのでいくらでもあるんだけど、日本だと日露戦争をやるわけいかんし、第二次大戦は負けてるし、そう生と死のこう中で男がこう葛藤するって意外に暴力団の映画しかねえんじゃねえかっていう、でだから任侠映画があったって、健さんの時代があって、はい、深作さんの時代が来て、ちょっと V シネで停滞しちゃうんだけど、はい、今度はアウトレイジの時代にはそろそろ欧米的な、うん、なんか映像のとこが来るんではないかとは思ってるんだけどね。